ボウ君、お疲れ様です。ガイです。今日ですね、例の、あれですよ、ベストを送りますよ。チョッキと言いますか。防弾チョッキ。ウェイトベスト。結構重いです。ですんで、置き配設定にしていて、おいていただければいいんじゃないかなと思います。盗んでくるやつはいないと思うんでね。で、これね、本当に気の毒なぐらい、配送業者の方に負担をかけると思いますね。すごいですよ。今、この丸椅子の前に置きます。24本入りのペットボトル飲料の1ケースの中に押し込んで入れました。見てください。よいしょ。相当な重量ですよ、これだけでも。多分ね、30キロぐらいになるんじゃないかなと思います。40キロはないにしても30キロありますね。だから35キロぐらいだと思うんで、配送業者の方にはね、かなりご負担をかけるかなと思います。それで、箱が破れちゃいけないんで、このテープでもうぐるぐる巻きにしますね。これなら破れないだろうってくらい、ほんとしつこくぐるぐる巻きにしてます。ですんで、開封するときは、カッターナイフで、この四隅なり何なりを開けていってください。それで、ベリベリ剥げながらやった方がいいと思います。例えば上を開けてね、取り出そうと思っても、多分取り出すことができないと思いますんで。だからこう切って、崩れていくんで指を挟まないように、ちょっとずつこう切り崩していってください。カッターナイフ必要です。すごいですよ、これは。まあ、ちなみに送り返す必要はありません。私は多分もう使わないと思います。ずっとね、眠らせていたんで、これを機会に、ぜひね、ボウ君のジムの資産にしていただければと思います。はい、それじゃあね、お送りします。すごいですよ。すごいよね。はい、すごいです。とにかくグッド。